観光地をね、はい、ね、しっかりと検索してくれてるので、ね、ありがとうございます。それではじゃあもう早速お二人をお迎えしたということで、うん、ここからはお何マスコット対決。うわさあ、まあね、両軍の、ね、マスコットが揃ったということで、なるほど。そして様々なゲームにチャレンジしてもらいます。はい、勝った方にはチームに1ポイント差し上げます。そうです、なるほどね。この勝者を決めるのは、うん、ステージ前にいるお客様です。おお、またお客様も参加できるゲームがございますので、はい、皆さん楽しんでいてください。なるほどね。はい、それではホークスチームは今日はハリー君とハニーちゃんがやってくれるそうです。はい、じゃあ意気込みの方をハリー君アクションで、アクションでお願いします。お願いします。なるほどね、はい、ありがとうございます。ヤクルトチームからは企画長官つかみちゃんです。お願いします。意気込みを。いやいや、特にないよ。はい、もうマイペースだね。頑張ってください、ね。はい、それでは早速ハリーのゲームから まず何からいく、いきたいと思います。まずは、うん、ジェスチャーゲームです。さあ、ジェスチャーゲームはですね、はい、あとお題が出ます。そのお題に合ったジェスチャーをこの2チームはしてもらうんですが、はい、この2チームのですね、ジェスチャーが皆さん分かったら、はい、手を挙げてください。ぜひアピールしてください。なるほどね。分かった方にですね、行きまして、ハリーズが行きまして答えを聞くので回答していただきます。で、その回答が正解していましたら、今日はこちら、今エミが持っているピンバッジを差し上げたいと思います。ぜひゲットしてください。頑張ってください。はい、1チームはそのジェスチャーの答えが出るまでやっていただくんですけど、うん、その正解が出るまでにかかった時間を競っていただくので、この2チームぜひ頑張っていただきたいと思います。できるだけ早くね。そうですね、できるだけ早く正解してもらうように頑張ってね。はい、で、まあ、みんなも皆さんもね、しっかり分かってる中で、はい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 っていう感じで、ね、大きな声でアピールを、はい、ね、お願いしますよ。それでは先攻後攻を決めたいと思うんですけど、じゃんけんでハリー君とじゃあつば九郎、お、勝ちました。勝ちました。女の子対決で、はい、じゃんけんでいこうかな。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん。お、ズッキーズミちゃんと勝ち。どっちにする、つばみちゃん。先攻後攻、先よし。じゃあ先にヤクルトチームにやっていただきましょう。はい、はい、お願いします。じゃあそれではキャリーズつばみちゃんにお題を、はい、ちゃんからでしょうか。お願いします。はい、じゃあ1問目、さあお題は、お、大丈夫、なるほど。はい、これね、はい、1人じゃなくてもいいですよ。チームで、はい、ね、チームで演じていただいてもいいですよ、ね。じゃあつば九郎も、はい、ちょっといいですよ。で、あ、もう1人でやらせると。お題見てます。なるほど、了解です。あ、見てくれてます。大丈夫、大丈夫かな。大丈夫、 OK、 はい、じゃあ早速皆さん準備はいいですか。はい、正解してくださいね。それではジェスチャータイムスタート。何見つけて、
おあなんか、あいや、違う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 いや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 、すくったところでくじ、いや違う違う違うえすくったのも皆さん分かりますか分かんなかったああああなんか手が上がってきた、上がってきた違う、くじじゃ当てたいと思いますうん、今度はですね、そちらのうんつばくろの愛を持ったはいお姉さん大きな声で金魚すくい正解金魚すくいはい、じゃあ、金魚すくいの金魚すくいはい、おめでとうございます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 そうですね、ぜひつけてさすがに金魚すくいの中にはドラフトくじは入ってないさあ、タイムは42秒わーちょっと時間かかっちゃったねかかったねかかっちゃいましたねはい、じゃあ1回戦は商品あ、じゃあこちら行きましょうかもう本日の出演者全員のサインもちろんつばくろつばみちゃんそうなんです、ね、サイン入っておりますよはい正解した方にはこちらの色紙を贈呈したいと思います、はい、皆さんさあ皆さん考えてくださいねはいそれではジェスチャータイムスタート さあゆっくりおおする何々ですかね。何々をする何々なんですか。はい。皆さん何々ですか。分かった分かった。いらっしゃいますか。分かった。手挙げてるね。よし。じゃあね。もう一回ちょっと元気で手挙げてね。もう一回。アピールしてください。はい。皆さんはちょっと。じゃあそこのはいメガネのお兄さんやってみよう。はい。何々をする何々。大きな声でお願いします。急に起こる畠山選手でも正解ですこれねデッドボールに起こる畠山選手すごいいや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 え、皆さんどの辺で分かった構え構え方で構え方でさすがですタイムは53秒わーちょっと待ってねかかっちゃいましたねいやいやでもね構えで分かるというのはやっぱすごいね観察力でございますはいフォークスチームチャンスですよさあチャンスよチャンスよ頑張ってハリー君さあ続いてフォークスチーム大丈夫大丈夫かな OK 大丈夫かなさあそれではフォークスチームのジェスチャータイムスタートこれも何々をする何々をそう何々をするそうするシンプルシンプルはいそこだからはいはいじゃあそこ元気に手を挙げてる、はい、男の子はい、はい、お願いします大きな声でホームランを出迎える王監督王監督王会長会長でもまあ正解でしょう、はいね、拍手を送る王会長ということであダメいやいや正解ないのみたいないや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 。はい。いやーでもよくわかったね。その拍手でよく大回転でわかったね。すごい。ね。シンプルにね。はい。タイムは30秒です。おお。こういうことは1ポイント。よし。回転はホークチーム1ポイントでした。はい。頑張りましたね。はい。ホーク回転2回戦と終わって。はい。続いてはゲームを変えたいと思います。さあ続いてのゲームは。イントロクイズ。さあイントロクイズはですね、はい曲の冒頭が流れます、はい、その曲のタイトルが分かった方はぜひ書いてそうですね今ハリーズが持ってきてくれているあフリップにねそうですね、はい、フリップに書いていただいて、はい、正解を導いていただきたいと思いますこれあるよねハニーちゃんとつばみちゃんにも渡してくださいねハニ
んちゃんとみんなで、はい、そうです答えてもらいます。そうですね、はい、お願いします、はいはい、皆さんもですね、ぜひ分かった方はあれだな、そう、もう積極的に、ね、皆さんもね、なんかあれやろうみたいな感じで ね、さあ、このゲームに、ね、参加していただきたいと思いますよ、はい、さあ、じゃあフリップの方もね、準備していただいて、はい、お願いします。さあ、もう早速スマホの中書きましょう。え MPB ですか。あ、なんかスマブロが次入ってるよ。もう手巻きちゃん諦めちゃう。もう諦めちゃう。
違う、そっちじゃない、そっちじゃない、アメ城じゃなくて、さあ、じゃあもうお客さんに行っちゃおう。はい、はい、じゃあそこの、はい、はい、ヤクルトのタオルをかけられるお姉さん、ロード、正解。おめでとうございます。では、お次しようか、はい、出したいと思います。盛り上がりをね、見せておりますけども、ね、なかなか正解が出ないですね。はい、大喜利選手も東京地裁より違う違う、もう裁判でじゃなしなし、え、いいですか。さあ、もうね、盛り上がりすぎてね、はい、もう早速ね、もうラストの問題、ラストの問題、ラストの問題、同点なんですよ。同点ということでね、じゃあ最後はね、商品をグレードアップしましょうか。グレードアップ、はい、お客さんもね、回答権ございますので、さあ、こちらの、はい、ホークスタオル、チャンピオンタオルです ね。さあ、こちらを進呈したいと思いますよ。はい、頑張ってください、ね。もうラストの問題は何ポイントいく。そうですね、ラストの問題は2ポイント、2ポイント、じゃあもうこっちもね、はい、勝利できる ね。さあ、ありますんで、正解したらもう勝利ですので、よろしいですか。さあ、なんかつばから何か書いてるの。何なに、違う、ほら、まあ、デリケートな問題ですよ。ほら、ロゴマークのね、あの盗作じゃないですよ、ね、ちょっとデリケートな問題ね、はい、ちょっと、はい、さあ、じゃあラストの問題、ラストの問題いってみましょうか。皆さんもよく考えてね、皆さんも準備してくださいね。さあ、ラストの問題、こちら。何、何、この曲は、あ、つば九郎ダンスしてたけど分かったのかな。これはなんか分かる、分かりやすい、皆さん分かる。あ、じゃあヒントね、ヒント、アニメです。アニメです、アニメのソング。もう一回、もう一回、もう一回聞かせようか。はい、もう一回。わかるかな？わかる。はい。まだかの件、違う違う。まだかの件で。違う。違う違う。確かに拳で、拳で取ったけど、ね、そっちの件じゃない。そっちの件じゃない。さあ、なんすか？さあ、じゃあ、ハニちゃんも、ハニちゃんも。あー、隣のトドロ。違う。何これ、え、え、ポートバッグ、ポートバッグ、違うよ。あ、うまい。さあ、他に出ないかな。ハリー君とか、つかみちゃんの出ない、ハリー君も、つかみちゃんも分かんない、分かんなかったらお客さん行くよ。あ、じゃあつば九郎最後、はい、つば九郎はどうぞ。お前はもう死んだ。確かに、確かに、確かにそのセリフ言う。さあ、じゃあもうお客さん行っちゃおう、行っちゃおう。さあ、分かる人手挙げて。はい、じゃあ一番ね、元気よく手を挙げてる、はい、その立ってる、チェック柄の赤と黒の、はい、はい、愛を取り戻せ、正解。北斗の拳の ね、テーマソングですけども、はい、ね、正式タイトルは、ね、愛を取り戻せです。愛を取り戻せ、いやいや、ガッツポーズ取り戻せ。いや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 、でもね、ほら、今日もしかね、ほら、ヤクルト勝てばガッツポーズ、まだまだ出るかもしれないですね。ガッツポーズ取り戻されるかもしれない、はい、ね。さあ、今日はね、ということで、まあ、お客さんとね、正解しましたので、はい、さあ、両チームの成績は、両チームの成績は1ポイント1ポイントで引き分けです。はい、ありがとうございます。皆さん楽しめたのでよかったですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ以上でマスコット対決を終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。マスコットちゃんでした。ありがとうございます。はい、さあ、せっかくね、で、つば九郎、つばみちゃんも来てくれてますので、じゃあマスコット集合写真を、はい、撮りましょうか、せっかくなんでね。はい、じゃあマジックとフリップを使ってください。さあ、ぜひ皆さんね、もうこの日本シリーズですかね、こういうコラボレーションお楽しみよ。なかなかないですので、はい、ぜひ皆さんカメラにね、収めていただきたいと思います。じゃあ皆さん、カメラの準備はいいですか。10秒間静止するので皆さん